私はダースマイちゃん。今日は皆に紹介したいものがあって久しぶりに戻ってきた。それがこれだ。スターウォーズ SH フィギュアズカイロレント、エリートプレトリアンガード、そして今この購入特典でこれがもらえたぞ。 BB ユニットプレゼントキャンペーン 03BB8。 じゃあまずはプレトリアンガードから開けていこう。おお、良い出来ではないか。これがプレトリアンガードだ。これはスターウォーズエピソード8最後の時代に出てくるキャラクターだな。おそらくスノークの護衛に当たっているやつらなんだと思われる。細かく見ていくと非常によくできている。さすが SH フィギュアーズといった感じだな。そしてこのプレトリアンガード、何やら武器を持つらしい。この棒のような武器やな。こちらは両手持ち用が入っている。あとは手首パーツが4つだな。あとはこういった剣の武器、まあ、その剣が無知に変わった武器、こういったものが付属していたぞ。持たせてみようか。ということで両手にそれぞれの武器を持たせてみた。こういった感じで構えるとなかなかいいじゃないか。忍者というか影武者というか、すごくイメージに合ってるな。次はカイロレンを開けてみよう。ということでこれがカイロレンだ。今回はお顔が見えてるな。割と似てるんじゃないか。アダムドライバーに似てるよ、ちゃんと。よくできてるな。足の部分はこんな感じだ。エピソード7の時はこのスカートが長かったが、今回は非常に短いスカートだな。そしてマントなどもなくなっている。一応このヘルメットをかぶった状態の首も付属していたぞ。つけてみようか。ということでヘルメットを装着してみた。今回このヘルメットはお役御免になるかもしれないな。手首パーツは別途8種類入っている。そして十字のライトセーバーと腰につけるライトセーバー、そしてライトセーバー刃が出ていないものと3つついているな。持たせてみようか。ということでポージングをさせてみるとこんな具合だな。いい感じじゃないか。エピソード3のオビワンみたいな構えをさせてみたが合ってるな。やはり SH フィギュアーズはしっかりポージングできるから素晴らしい。では最後にこの BB-8 を開けてみよう。楽しみだ。おや、ということでこちらが BB-8 だ。なかなか良い出来じゃないか。しっかり色分けもされている。顔が少しこんな感じで動くようになっているぞ。回すことも一応可能だな。 BB-8 は完全に球体のためこう置くことができません。こんなわけで台座も付属していたぞ。こういった感じで飾っておくわけだな。ということで今回はスターウォーズ SH フィギュアスのフィギュアを3体紹介してみた。まもなくスターウォーズエピソード8最後のジェダイが公開になるから楽しみだな。また私も戻ってくるかもしれない。今回の中で一番おすすめだったのは意外や意外このエリートプレトリアンガードだ。これなかなかいいぞ。気に入った。ということで今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いしますぜ。それとぜひお友達にも教えてあげてくれ。それとチャンネル登録を忘れずに。ということでまた会おう。